私はとにかくその貧乏で、差別貧困の中で育ってですね、とにかく、それを、お金を求めて、社会に挑んだんですけれども、ちょうどその時に不動産業界に入って、いきなりバブルを迎えて、もう周り一面金持ちだらけになったんですね。でその金持ちの姿を見て、なんか自分の目指してた姿があまりにも下劣な人間の姿を見て、もう愕然としてしまったんですね。自分の目指してたそのお金持ちっていう人間のスタイルがあまりにもひどくて、ちょっと目標を失って、そこから、ちょっといろいろしてたんですけども、その お金持ちの次にやっぱり権力握っているのが政府で、政府を買収している金持ちの人間がおって、あまりにもなんか勉強してたことの世の中よりもですね、腐ってるっていうのが分かって、でもなんか帰れない自分があったんですけども、でもよくよく考えていくと、人間はどこかでやっぱり成長するんじゃないかなと、善悪の善を突き詰めていったらもっといい世の中になるんじゃないかなというところから、いろいろ探していくうちに、この、ベーシックインカムとか、いろいろそういうところに、世の中にもっといい考え方のしている人たちがいて、少なからず活動している人たちがいるということを知って、それがせっかくそういう方がいらっしゃるのに知らん顔するわけにいかない、でも自分たちでできることを少しずつやることによって、ひょっとしたら明日世の中が変わるかもしれない。積み重ねていくと5年10年先にもっといい世の中ができるかもしれないというところを思って、自分たちのできること、とにかく想像してチャレンジすることですね、それに尽きるんじゃないかなというふうに思っています。以上です。